赤坂ドリブンズ日本プロ麻雀協会鈴木太郎、渋谷アベマス鈴木太郎、ユーネクストパイレーツ鈴木太郎、よろしいでしょうか。それでは一斉にお分けください。それでは鈴木太郎選手は赤坂ドリブンズに交渉権が確定いたしました。おめでとうございます。皆さんこんにちは、麻雀ウォッチ編集長の川下と申します。本日はなんと M リーグのドラフト会議に会場にお邪魔しております。本日はですね、そのドラフト会議の裏側をですね、私がですね、日向愛子プロの代わりにですね、お届けしたいと思います。日向さんはね、もしかしたら指名されるかもしれないんでね、もう今電話口の前で待ってると思いますんで、その瞬間を見届けましょう。それでは行ってきます。まあさすがに21人には入るとは思いますけど、21人には、はい、どういう風になるのどういう風になるかは、そうそう、やっぱりでも1巡目指名にこだわりありますね、村上さん。まあできればそれがと思ってますけどね。まあなんかどっかで正直まだチームごとどんな特色あるのか、多分これから決まってから分かると思うんですけど、どっちかっていうとどんな人と一緒になるのかが気になりますね、私の場合。企業より同じチームメイトが誰になるかの方が多分ドキドキだと思います。どなたと一緒になりたいとかありますか？そうですね、私は一番どのチームに選ばれても一番後輩になると思うので、優しく教えてくれるような先輩がいると思います。同じプロ連盟の方ですか？プロ連盟の方でもいいですし、他の団体の方でも。やはりこの今回のチーム戦って団体問わずに皆さん一緒に戦うことになるので、そういったところが醍醐味になるので、あんまり連盟にこだわらずにいろんな団体の方からいろんな知識を学べるようになればいいかなと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。右手側でお願いします。誘われてたのは、そうですね、でも 4,5 年前ですか。具体的に本当に言葉にして、麻雀プロになりませんか、連盟に入りませんかって言ってくださったのは 4,5 年前ですね。でそれまでもぼんやりとプロになんないんですかとかっていうことは聞いたことはあるんですけど、本気というかどうせ入らないでしょうっていうのが多分前提にあって、入ったらいいなぐらいな話だったと思うんですけど、割と真面目に入ってくださいって、なんかこう連盟の力になってくださいっていうようなスタンスで声をかけてくださったのが、まあ実はずっとこの何年間か心のどこかにあって、で連盟さんの方位の決定戦とかいろいろ見てるときに、あ、こういうステージで僕も戦うことができたら嬉しいな、だけどまあ無理だな、プロになるならないことで一つこだわって麻雀を打ってきた部分が正直ありました。だからプロじゃない視点で麻雀を打って、プロ寄りじゃないファンをたくさんつけたいっていう気持ちもあったので、だけどまあたまたまと言ったら変ですけど、僕が本当に麻雀をずっと打ち続けてきた時に、やっと麻雀を打っててかっこいい、麻雀が強い人がかっこいいと言われる時代が来たなっていう思いが、ちょうど今のこの M リーグの補足と重なって、でやっぱり
僕はずっと何十年も実は麻雀に夢を求めてきたから麻雀を打ち続けてきたんですね。で、あ、夢が叶うかも、そして本当に見てる人に夢を与え、麻雀で与えられるかもということがすごく大きな理由です。はい、皆様、ついにこの時がやってきました。この M リーグ最初のドラフト会議を、の日を迎えるにあたって、麻雀業界の関係者、そして、今アベマ TV の、画面の前で見ていただいているコアの麻雀ファンの皆様、非常に大きな興奮とそして緊張に包まれています。今はこれはまだ、日本全体世界から見れば小さな現象に過ぎないかもしれないですが、この我々の熱狂は必ず、マスに、伝染し、そして M リーグがビッグコンテンツになるということを確信しました。それでは M リーグ2018ドラフト会議を開催します。第1巡選択希望選手、赤坂ドリブンズ最高位戦日本プロ麻雀協会、園田健、村上純。日本プロ麻雀協会、鈴木太郎。村上さんはまあ多分同じチームになるんだろうなっていうふうに思っていたんですけど、最後は誰になるかなっていうのを思っていて、太郎さんが最後重複指名になって、これ太郎さんを取ったところが最強チームになるだろうなって話してたんですね。最後は周りの朝倉とかで、でこれ取った瞬間に、あ、これで最強チームになったっていうふうに思いましたっていうぐらい、実力的に一番勝てる可能性が高いチームになったんじゃないかなっていうふうに思います。はい、EX 風林火山日本プロ麻雀連盟、二階堂亜希。日本プロ麻雀連盟、滝沢和則。日本プロ麻雀連盟、勝俣健二。3人どういうチームになるのかっていうのが全く予想ついてなかったんですけれども、決まってみれば3人とももう15年くらい付き合いのある、その長い同じ連盟で頑張ってきた選手だったので、チームワークはどのチームよりも一番強いと思っているので本当に良かったと思います。コナミマージャンファイトクラブ日本プロマージャン連盟、佐々木久人。日本プロ麻雀連盟、高宮麻里。日本プロ麻雀連盟、前原雄大。もうみんな攻撃力のある3人ですし、麻雀界に唯一あるチーム、チームガラクタというチームなんですけど、その2人で、戦えるということは非常に力強く思っています。渋谷アベマズ RMU 大井隆治。日本プロ麻雀連盟、白鳥翔。日本プロ麻雀協会、松本義弘。そうですね、40代30代20代の、エース級を揃えたと。一番麻雀業界のことを詳しい藤田社長がガチで優勝するチームを作ったんだなという感想です。セガサミーフェニックス日本プロ麻雀連盟、
魚谷優美。最高位戦日本プロ麻雀協会、近藤誠一。最高位戦日本プロ麻雀協会、茅森さやか。終わりでいいですか。うちも力もあるし、チームワークもとてもいいんで、楽しみにしています、はい、チーム来年日本プロ麻雀連盟、萩原雅人。日本プロ麻雀連盟、瀬戸熊直樹。日本プロ麻雀連盟、黒沢咲。タイトルという概念があるならば、すべてのタイトルを狙える顔ぶれだと思ってますので、はい。ニューデンスパイレーツ、麻雀連合、小林剛。最高位戦日本プロ麻雀協会、朝倉浩信。最高位戦日本プロ麻雀協会、石橋信弘。すごく仲の良い、よく知ってる3人を選んでいただいて、まあ、他のチームもそうなんですけど、各チーム本当バランスとかいろんなことを考えて強いチームを選んでくれたんだなと思います。で、まあ、鈴木太郎が入るのかとちょっとワクワクもしましたけど、代わりが外れで石橋さんが入ってます。代わりというか、まあ、石橋でも全然問題ないというか、もう素晴らしい。なんか馬鹿にしてるから。全然大丈夫、はい。本当いいメンツが揃ったと思います。僕事前に欲しいメンツで石橋を挙げていたぐらいなので、最高のメンツができたと思います。というわけで無事ですね、ドラフト会議終了しました。皆さんの予想とですね、選ばれた選手合ってましたでしょうか。いや本当にね、びっくりするような選択もあったかなと思うんですけれども、本当に女性のね選手が多く選ばれたのがねの特徴的だったかなと思います。というわけでですね、この M リーグは10月1日から始まるんですけれども、麻雀落ちたですね、あと日向の麻雀するしないでもですね、M リーグのことをどんどん、追いかけていきたいと思いますので、どうぞお期待ください。というわけで、M リーグドラフト会議の潜入取材でございました。日向の代わり務まったでしょうか。務まったという方は、高評価お願いします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。